はい、皆さんこんにちは、山カフェです。本日も動画ご覧いただきありがとうございます。今日はですね、不定期更新月刊山カフェ情報、月刊なのに不定期ってもう意味わかんないんですけど、お送りしていこうと思います。2部構成ですね。最初に買ってよかったもの、最近買ってよかったものと、いつもの通り後編がキークロン Q1 情報ということで、いってみましょう。最初にね、買ってよかったものです。これですね、これです。これ何かと言いますと、じゃんと、はい、これね、MX マスターマウスケースですね。これはね、ちょっと買ってよかったなと思ってます。ちょっと最近マウスをね、持ち運ぶ機会があって、カバンの中にこれボスって突っ込んでやると壊れちゃいますんで、まあ、それ用に買いました。結構ね、いろいろサードパーティーのものがいっぱい出てるので、まあ、そのうち僕はね、1個選んで買ったんですけど、こうやっぱりハードケースでね、これね、ハードケースで型がしっかりしているのと、これ一応 MX マスター3用というので買ってます。それから中もね、クッションが効いておりまして、なかなかいい感じではないでしょうか。まあ、こんな風にしてね、ぴったんこです。ほんとぴったんこ、非常にね、これは買ってよかったと思いました。まあ、もしね、外出するとか出張するとかでマウスを持ち運ぶ方いらっしゃったら、まあ、こういうのをね、用意した方がいいのかなというふうには思います。で、次2つ目がですね、まだこれ買ってそんなに経ってないんですけど、はい、まあ、ゲームコントローラーですね。最近ね、アップルアーケードのゲームで遊ぶ機会がちょっとありまして、遊んでるんですけど、これ使って遊んでます。で、 iPhone とか iPad とかだと MFI っていうやつかな、に規格に対応しているのが必要で、買いました。で、これはね、 Windows にも、2.4GHz 帯のコネクターサスト使えるんですけど、まあ、Mac、Windows、それから iOS 系が使える感じのものです。やっぱりね、コントローラーがあると遊びやすいですよね。はい、という感じで、まあ、最近買ってよかったもの、まあ、まだいくつかあるんですけど、まあ、そんな感じです。はい、続いてですね、皆さんお待ちかねかどうか知らないけど、キークロン Q1 情報です。多分ですけど、発売前最後の Q1 情報じゃないかというふうに思います。はい、まずね、発売日が決定しました。これはね、キークロンのツイッターですね、ツイッターから出てきましたんで、ちょっと見てみましょうか。8月24日9時に、ローンチするよということです。まあ、これはね、日本時間じゃないので、ちょっと、書いておきますね。で、キークロのウェブサイトでやりますということです。8月24日、今日が8月9日なので、あと15日、2週間です。2週間、ちょっと楽しみですよね。はい、僕ちょっと最近高級キーボードを買ってですね、消化不良を起こしてるんで、どっち、動画見てほしいんですけど、約4万円のキーボード買ってめちゃくちゃ消化不良を起こしてるわけですよ。で、そこにまたこういったね、まあ、1万円越してくるキーボードを買うと、もう買うことは決定してるんですけど、どういう風になるかですね。で、この、ツイートでもね、動画のリンクがあるんですけど、Q1 の、サウンドチェックが出てます。要はキータッチのね、音の、動画も出てますんで、ちょっとこれもね、一緒に見ていこうと思います。で、今回ね、結構肝は、スイッチかな、スイッチだと思います。で、最近、キークロンはですね、新しいスイッチを出してるんですよ。で、これが、ゲートロンの、ルブ済みの軸なんですね。ルブ済みですよ。これはね、結構期待できると思うんですよね。IQ ニックスも多分ね、ルブ済みなんじゃないかって思わせるぐらいにいい音出してるんですけど、まあ、ルブ済みのね、スイッチが乗ってると。で、僕は単体でそれ欲しいんですけど、在庫切れということで、なかなか買えない状態が続いてます。ちょっとね、ルブ済みスイッチを、これね、この消化不良キーボードに、ちょっとぶち込んでみたいんですけど、買えないんですよね。ということで、動画チェックね、行ってみましょう。はい、ということで、キークロン Q1 情報をね、最後にまとめておきましょう。
はい、キークロン Q1 ですね。基本的にはコンパクト、テンキーレスコンパクトメカニカルキーボードということになります。で、発売が8月24日、発売というか、ね、多分受付開始ですねが8月24日になりますね。キークロンのウェブサイトからになります。でですね、発売の、本体どういうふうな構成かというと、ベアボーンキットか、セット商品かという感じになると思います。で、ベアボーンキットって何かというと、本体だけですね。スイッチとかキーキャップは自分で用意しましょうというパターンですね。で、セット商品は全てフルパッケージになっているものが買えることができますよということです。じゃあそれっていくらなのって話なんですけども、ベアボーンキットがですね、$139です$139です、はい。そしてセットですね、ベーシックキットが$169ということなので、いや、これ169ドルでセットで買えるってすごいバーゲンプライスじゃないですかね。この消化不良キーボードって呼んじゃいますけど、これ本体だけで150ドルしてますからね、それ考えたら、どうなんですかね。ベアボーンで139ドルなので、その差11ドル、いいんじゃないですかね。そして、接続方式は現在のところ有線接続のみですね。で、 QMK のファームウェアに対応してますので、キーマップの変更は自由自在にできるということでしょうか。それからですね、いろいろ付属でオプションで付属をつけられるのかな、こういった見えるかな、こういったこうくるくるのコイル式の USB ケーブルも確かオプションで付けることができるような感じですね。それから、ダイヤル式のノブですね、これも後々ですね、対応したものが発売されるということなので、それがいいよっていう人はもしかしたらちょっと急がないで買わない方がいいかもしれないですね。はい、という感じになります。8月24日で実際のところ、出荷開始がいつかっていうところは気になりますよね。もともと7月中の受付みたいなことがあったんで、だいぶちょっと遅れてはいると思うんですけど、いろいろ多分ですね、そのファームウェアの対応とかでいろいろ手間取ってたりするのかなという気はします。で、色が今のところ、メールとかで確認する限り3色ですね、ブラック、ブルー、そしてシルバー、スペースグレーっていうのかなになってる感じです。何買うかな、黒かな、やスペースグレーかな。ちょっとこの辺はですね、実際に出てきてからチェックして僕は買おうかなというふうには思ってます。8月24日9時なので、ちょっと大変楽しみな感じではありますね。このキーボード沼なんで、もう次自作に行くか、あとね、セパレートキーボードも実は非常に気になっていて、前にね紹介したこのペリックスね、ペリックスのこのキーボードも実は非常に僕的には良くて、いいんです。やっぱこの開いてるセパレートになってるのは非常に入力しやすいんですよね。なのでちょっとこの辺エルゴノミックス系のキーボードももうちょっとね、旅に出てもいいのかなっていう気はしますね。なんか果てしない旅に出てしまいましたね。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。